屋人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。中心の傷、そして思いを知らなかったとは言わせねえ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。忠勝、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むからそれ以上わしを心配させないで。あっ、ギアシャ修羅羅刹戦つ。まだ無茶はするな。そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力で。歯車を回せ。すぐに兵糧をお届けするのだ。元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。すぐお受け止めしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。よし、おめえら一気に突き進め。任せてください、小十郎様。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになります。あんたら血もないだおめえ。慣れねえやつを前に出すよりはよほど良策だ。一人残らず下ってもらうぜ。あ、
渋かっこいいっす、五十郎様。忠勝様、傷ついた装甲板を乾燥しましょう。すまないがみんな、もう少しだけ耐えてくれるか。お任せを。息切れってもんがねえのかよ。しゃ重いよこの鉄槌。マルシオ、最後までお使いし。今さらついてこれねえ。言わねえ。かつて抱いたこの誓い、覆すほどの思いか。なるほどな。てめえもまた主の道を気にするものだ。合わせびとりに互いを撃つ。俺らの光を焼き付けな。楽には倒せねえぜ。目を見や両分だろ。道を引いておくぜ。政宗様に従う気はあるか。及ばずながら小十郎様のお手伝いをさせていただきやす。その程度で倒れるあんたじゃねえ。そのはずだ。わしの破れは絆の破れだ。さして受け入れはしない。定番だ。主人か。総計に過ぎたということは重々承知しているよ。検討を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。認めるかい。
分かるのか。政宗様の思惑が。なんとなくという程度かな。もしお前に分からないのなら近すぎるゆえな。見つけた絆なれ合い。なんですかそれ。筋金入りのアホだね。閻魔帳に乗るくらいだね。何も言わずとも支えてくれる、そんな絆の温かさ、きっとお前にも分かる日が来るよ。まあ、合わせびとりに互いを打つぜ。俺らの光を焼き付けな。刻まれしこの記憶。手放しはしねえ。